初めて僕は回らせていただいて、初めて5人で一層回ることができて、すごい自分の中ではすっごい楽しみというかワクワクとした感情しかなかったんですけど、東名阪ツアーということ自体は初めてだったので、結局名阪行けなかったんですよね。まあ、コロナの影響で名古屋大阪はインストライブできなかったんですけど、まあ、いろんなところに行けたらっていうのと、まあ、各地で、まあ、ハプニングだったりで、その時に、まあ、いろんな経験をして、そこで前回の反省点を改善して、なんかよりお客さんと一体になって楽しめる僕らのイベントにできたらなと思います。なんかインストアを通じてこういろんな、ね、人に僕らを知ってもらえる機会になったんじゃないかなと思います。楽しい思い出にさせていただきました。次回東名阪ツアーあるか分かんないですけど、インスタライブのツアーをちょっと全力で取り組んでいきたいなと思います。もうトータルでいったら全部が楽しくて、2年ぐらい前からずっと目標の場所をワンマンライブやりたいって言ってて、ワンマンライブはもう集大成ですね。初めてあんなに凝った演出というか、中2回を使ったり、レーザーも持ち込みで使わせていただいて、次につながるワンマンライブになったのかなって思います。あの日の景色を忘れずにこれからも頑張っていきたいなと思います。たくさんの人に来ていただいたので、めちゃめちゃ思い出に残る一日となりました。冬にすっごい聴きたくなるような楽曲になってると思います。またいい意味で能年らしい楽曲が、違った能年らしい楽曲ができたんじゃないかなと思います。すごく今までの楽曲の中でも一番みんなが好きそうというか、ノーネームのファンが好きそうな曲調だなという印象を受けて、これはまたいい意味で皆さんの期待を裏切れるような楽曲になるかなと思っておりますので、まあ、僕らにとってはまた新しい曲なんじゃないかなと思います。セカンドワンマンライブでは、本当に素敵なステージを作っていただいたり、映像だったり、さまざまなことを運命の方々にしていただいて、でより良いライブにできたんじゃないかなって思ってて、サードワンマンライブもそれに負けないように、それを超えれるようにみんなで一丸となって作っていけたらいいなって思ってます。ここで本当に僕らの運命というか人生が左右されるようなすっごく大きな分岐点になると思ってるので、いい賞を届けられたらなと思います。皆さんに最高のエンターテインメントを届けられればいいなと思っております。前回を超えるような内容をお届けできるように頑張りますので、今の段階からすごく楽しみにしていただければと思います。いつも応援ありがとうございます。なんかいろんな人の思いを背負ってこれからも僕たちは活動を続けていくので、これからも応援よろしくお願いします。いつも応援してくれてありがとうございます。僕らがこうして活動ができているのも本当に皆さんのおかげで支えられて、僕らは活動できてます。僕らはもういつも言葉にしてるんですけど、ね、毎日をね大事に、そしてねファンの皆さんとのこう過ごせる毎日も大事に活動していっていきますし、これからもそれは変わらずに動いていくと思いますので、皆さんも変わらずの声援のほどこれからもよろしくお願いいたします。これからも私はより良いパフォーマンスだったりとかいい作品を皆さんに届けていきますので、ぜひぜひこれからも応援のほどよろしくお願いします。 I love you.